どうもこんにちは、メグです。本日の動画はグレイル購入品です。今回はグレイルで8704円分お買い物をしました。結構前に頼んだので、何を頼んだのか正直自分でもちょっと忘れているので、開封しながら思い出して紹介していきたいと思います。グレイルは私の中で10代とかあと20代前半のイメージがあって、でもホームページを見たら結構30代とかでも着れそうなお洋服もあったので購入してみました。グレイルのお買い物の参考になるようなことがあると嬉しいです。それでは早速スタート。1点目がこちらのトップスです。ケーブル編みキーネックニットトップスというもので、カラーはアイボリーを購入しました。フリーサイズでお値段1299円になります。カラーは多分いくつかあったと思うんですけれども、使いやすそうなアイボリーを選びました。私はどちらかというと暗めな色よりも明るい色の方が自分に似合うと言っていただけるので、明るめのものを選ぶことが多いです。こちらはね、こんな感じでキーネックになっているものになります。中にロンティーとかタートルネックとかを着て使いたいなと思います。なんか今そうやってね、重ね着するのがどうやらおしゃれみたいなので、そんな着方をしたいなと思います。次もトップスになります。オーバーサイズ V ネックパーカーというもので、カラーがチャコール、サイズがフリー、お値段1399円になります。これはね、私が着れなかったら娘に着させようかなと思って購入しました。結構丈感もあるダボっとしたオーバーサイズのパーカーになります。中にロンティーを着たりだとかタトルネックのものを着て合わせるといいんじゃないかなというふうに思います。もう寒くなるからね、もう重ね着できるものがダントツでいいなと思って、そういうものを選びました。でもしかしたらね、娘が着る可能性もあるので濃い色を選びました。やっぱね、子供なので何かと汚してくるので、ホワイトだと、洗濯が大変なのでチャコールにしました。カラーが確かいくつかあったと思います。パーカーを着ました。もうがっつり首が開いてるんで、中に着るのは必須ですね。結構ね、パーカーでも薄手っちゃ薄手の生地です。娘にも着てもらったんですけど、すごいこれ着やすいです。お次もトップスで、スクエアネックリブトップスというもので、カラーはブラウンパープルというものを選びました。 M サイズでお値段1099円、めちゃくちゃ安いですね。こういうニット系とかってダメになっちゃったりとかしやすいので、安いものでもうシーズンで変えていくのがいいかなと思って購入しました。こちらは白石麻衣さんという方が着用されているトップスになっています。このニットも結構がっつり見えちゃう感じですね。ちょっと頭がボッサボサこんな感じです。で次もトップスで、タートルネックケーブル編みニットトップスというもので、カラーがモカで、サイズフリー、お値段が1399円になります。なんか誰かの YouTube のレビューを見た時に、あのグレイルはニット系が外れないっていうのを見たので、ニットをね結構多めに買いました。こちらは1枚で着るようなタートルネックの結構がっつりニットですね。厚手のニットになります。中に手を入れてみるとめちゃめちゃ厚いってわけではないんですけれども、まあ、パッと見結構厚手なニットになっています。前が短くて後ろが長い感じになっていますね。がっつりお尻が隠れるから体型カバーもできそうなトップスになっています。ちょっと画像では分かりづらいかもしれないんですけれども、やっぱ見た目ね、ちょっと安っぽいなという感じはしますね。次がボートネックボーダートップスというもので、カラーはベージュ×オフホワイト、フリーでお値段が990円のものになります。ボーダーは結
個持ってるんですけれども、ベージュのねボーダーは持ってなかったので今回購入しました。黒白と違ってね、こういうベージュのボーダーは優しい雰囲気になるのでいいんじゃないかなと思って購入しました。あと私このねボートネックがすごい好きなんですよね。やっぱ鎖骨が見えると女性らしい感じもするし、小顔に見える気がして、このボートネックが大好きです。これはこんな感じで結構がっつり開いてますね。ブラ紐がねちょっと見えちゃうかもしれない、見えないような対策が必要ですね。でも結構すっきり着れる、袖の長さもちょうどいいし結構活用できそうですね。これはでラストが前後2ウェイルーズダメージニットで、カラーがベージュでフリーサイズ、お値段2599円のものになります。こちらはこんな感じでボタンになって、こっちは前でも着れるしボタンを後ろにしても着れるというものになります。あとは羽織物としても着れるようなものになっています。カラーがベージュって書いていたんですけれども、実際見るとピンクベージュなような感じですね。ちょっとピンクに近いくすみパープルって言ってもおかしくはないようなカラーです。こんな感じで所々ダメージがあるようなものになっています。これはめちゃくちゃ使えそうですね。パッと見結構しっかりしてるし、いいんじゃないかなというふうに思います。うん、使いやすそう。感じで今回はグレール購入品を紹介してみました。いかがでしたでしょうか。欲しいものはあったでしょうか。今回ちょっと予約で届かなかったものもあるので、そちらも届いたらまた紹介したいなというふうに思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。